皆さんこんにちは、明石です。今日は9月7日の火曜日ですね。今日のタイのラジオはですね、僕が見たバンコク2010年代の変遷を語ろうというテーマでお話をしていきたいと思います。でこれはね、僕が2019年の年末にノートっていうブログサービスで僕が見たバンコク2010年代の変遷を綴ろうという記事を書いたんですけど、これがね今もたくさんの人に読んでいただいてるんですよ。で今回はねそれの音声版ということになります。これどんな話かっていうと、僕はね2011年の4月にタイに移住してきて、現在在住11年目になるんですけど、で僕はね1980年の3月生まれということで、31歳になった直後にバンコクに移住して、で今年ね41歳を迎えました。で僕にとっての2010年代っていうのは、すなわちね30代ということになります。なのでね30代のほとんどを過ごした2010年代のバンコク、この2010年代のバンコクを今回はね振り返っていきたいと思います。全部でね16個の項目がありますので、ちょっと長くなると思うんですけど、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、それでは一つ目はタイに住む日本人が増加したということですね。これはね先日タイのラジオでも、タイ在住者、日本人ね増えてるのか減ってるのかどっちだみたいなね話をしましたよね。この在留届出ベースだと増えているけど、ワークパーミットの発行ベースだと減っているということで、実際増えてるのか減ってるのか、ちょっとね正確なことはわからないんですけど、日本国大使館が毎年発表しているタイ国内の在住邦人のね統計によると、2010年代はタイに住む日本人は 47,251 人だったのが、2019年では 79,123 人ということで、この2010年代の10年間でタイに住む日本人はね3万2000人増えてるんですよ。でこれはね2010年代のね初頭からねアジア就職ブームっていうのがありましたよね。現地採用でアジアで働く、新卒でアジアで働く、そんなブームがありましたけども、このブームのおかげで今までねタイで働く日本人というと、駐在員が圧倒的に多かったんですけど、この2010年代は現地採用として働く日本人がね急増したのはね間違いないんじゃないかなと思います。で僕もねタイに移住して最初の3年半は現地採用としてね現地のフリーペーパーで働いていたので、駐在員よりも現地採用の友人の方がね多いんですよ。で僕がタイに移住した理由はね、僕がタイに移住した理由という動画でねお話ししているので、興味がある人はね概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。で2つ目の変化は大型商業施設の開業ラッシュが起きたということですね。でこれねやっぱりバンコクに暮らす僕たちがね一番大きな変化と感じているのが、やっぱりショッピングモールなどのね大型商業施設が増えたということじゃないでしょうか。2010年代に開業したバンコク都心ね、バンコク都心のショッピングモールをはじめとした大型商業施設をね、僕が思いつく限りねちょっと上げてみますね。これちょっと数多いんですけど、まずね2010年は日本町と K ビレッジ、これはスクンビット26ですね。で2011年はターミナル21麻生区店、セントラルラマ宮、で IKEA のタイ1号店で、2012年はアジアティークね、でゲートウェイエカマイで、2014年はサイアムスクエア1 W ディストリクト、これはプラカノンですね。でセントラルエンバシーで、2015年がタラートロッファイラチャダ、ザ・ストリートラチャダ、M クォーティエで、2016年がコモンズトンローで、マハナコンタワーで、2017年がセンチュリーオンヌットゲイソンビレッジで、2018年がアイコンサイアムで、2019年がサムヤーミッドタウン、ドンドンドンキーで、ザ・マーケットということで、この10年間だけでもねこれだけの大型商業施設が都心にオープンしてるんですよ。これ都心だけなので、ちょっと郊外の方まで数えるともうこれの何倍っていうことになりますよね。ここ日本人の生活圏だけでもこれだけの商業施設がオープンしてるんですよ。逆に2010年以前にはねこういった商業施設がなかったっていうところに驚きますよね。今挙げた中でも M クォーティエとかザ・ストリート・ラチャダとかコモンズ・トンローとか、日本町とか K ビレッジとかねターミナル21とかセントラル・ラマ宮、IKEA、
まあ、こういったものがなかったんですよね。やっぱりね、こういうショッピングモールがバンバンオープンしたことで、まあ、外国人ね、僕たち外国人もかなりね暮らしやすくなって、タイで働く、タイに移住する日本人が増えたということもね、まあ、このショッピングモールの開業は大きな影響を与えてるんじゃないかなと思います。でやっぱりね、まあ、このね大型商業施設の中でも、まあ、一番大きな変化がね日本人の生活にもたらしたっていうのはね M クォーティアじゃないかなと思います。まあこれスクンビットに住んでる人以外関係ないんですけど、やっぱりねプロンポンの M クォーティアのオープンってね、日本人の生活スタイルにね大きな変化を与えたんじゃないかなと思います。以前は M クォーができる前はエンポリアムしかなかったですけど、この M クォーティアがオープンしたことでプロンポンが一気に垢抜けましたよね。でさらに今ね M スフィアっていうねもう一つショッピングモール開業をね向けて今建設が進んでますけど、まあ、これ M スフィアもオープンしたらもうプロンポンはねこのバンコクの中でも、まあ、サイアムに次ぐショッピングタウンっていうんですかね、まあ、それになるのは間違いないと思いますね。そうするとまたね、まあ、在住者だけじゃなくてね、まあ、観光客もプロンポンにねガーンと増えるんじゃないかなと思います。でちなみにねユニクロのタイ1号店は2011年にオープンしたセントラルワールド店なんですよ。もう今ユニクロがない生活考えられないですけど、まあ、ユニクロもやっぱり2011年に初めてオープンしたんですよね。まあ、それまではね、まあ、ザラはありましたけどね、 H&M はその後だったので、まあ、ユニクロがオープンしたっていうのもねこの在住の日本人にとっても非常に嬉しい出来事でしたよね。はい、それでは続いて3つ目は BTS と MRT の延伸、パープルラインの新設ということで、まあ、交通インフラの面ではねバンコク都心と郊外を結ぶ、まあ、BTS スカイトラインね、そして MRT 地下鉄、そして MRT のパープルラインの新しい開業と、まあ、これはね非常に大きな変化があったと思います。で2011年と現在比較すると、個人的にはねこのブルーラインがフアラポンより先に伸びたっていうのがね僕の生活に一番影響をもたらしてますね。というのもやっぱり中華街ね、中華街とか旧市街、お寺がある旧市街とか川向こうのワットアルンとかトンブリーね、あっちの方に行くのにこの地下鉄で1本で行けるようになったっていうのはね非常に大きいんですよね。まあこれはね観光客の方もねワットポーとかワットアルンとか王宮とかね、まあ、これまでねここに行くの不便でしたけど、今ね地下鉄の駅ができたので、もう地下鉄で最寄りまで行ってそこから数分でねそういった三大寺に行けるようになったというのはね非常に大きな変化ですよね。でやっぱりねさっき言った通りショッピングモールがね続々と開業して、まあ、この BTS とか MRT がね延伸したことによって日本人の居住エリアもね格段に広がったと思いますね。で特にね BTS スクンビットラインのプラカノンとかオンヌットより先の東のエリア、このエリアはね、まあ、ウドムスクとかバンナーとかですよね。で2010年代の初頭にはねもうねこの BTS の終点がオンヌットだったんで、それより先はねもうなんか地の果てみたいなイメージでしたけど、今ではねもうベッドタウンというね位置づけ、新都心みたいなね、まあ、そんな位置づけに変化していってますよね。まあ、今後ねこの BTS とか MRT がどんどんね延伸していくことで、まあ、その沿線沿いがね今後も開発されていくと思いますので、ますますねバンコク住みやすい街にねなっていくんじゃないかなと思います。で続いて4つ目の変化、4つ目は日本食レストランが激増したということですね。もう激増なんですよこれは。で特にね今ではねタイ最大手の居酒屋チェーンとしてね30店舗ぐらい展開しているシャカリキ清水さんもね1号店のオープンは2012年だったんですよ。でシャカリキさんがオープンするまでタイのね日系居酒屋チェーンというのはね最大手でもね 4,5 店舗だったと思うんですよね。まあ、今でもねおそらく2番手のチェーンはね十数店舗ぐらいだと思うんですよ。もうシャカリキさんはねもう一気火星の出店ラッシュで、もうわずか 2,3 年でタイナンバーワンの居酒屋チェーンにのし上がったんですよね。もうこれはねもう過去に例を見ないほど高速なサクセスストーリーでね、もうタイの日本人社会にね歴史を刻んだんじゃないかと思います。シャカリキ清水さんがね1号店をオープンした2012年から2015年にかけてね、バンコクでは日本食ブームが沸き起こっていて、もうね毎週のようにね日本食レストランが開業していったんですよ。でこの時はねちょうど僕もバンコクのねフリーペーパーで営業やっていましたので、この日本食レストランの広告っていうのがねバンバン入って、もうこの時期がねバンコクの日本語フリーペーパーのピークでもあったなと思いますね。その広告の売り上げのね、もうこの2010年代に日本食レストランがもう続々とオープンしたことで、もう今ではねもうその大手チェーンから個人のね、お店までもうバンコクで食べられない日本食はないと
言っても過言ではないぐらいね、日本食が充実していると思います。これ本当にね、もう一在住者として日本食レストランの経営者の方にね、感謝したいですね。それでは続いて5つ目はタイ人の日本旅行ブームが沸き起こったということですね。でこれは2013年にタイ人に対するビザがね、免除されたことで日本を訪れるタイ人が急増したんですよ。2013年以降ね、2010年には年間ね、日本を訪れるタイ人の数っていうのは214,881人だったのが、2019年には131,877人と6倍にまで急増してるんですよ。で、まあ、この100万人超えっていうのはもう東南アジアの国としては初めてなんですよね。まあ、今はねコロナ禍でガーンとねなくなっちゃいましたけど、まあ、2019年とかはね、もう東京にいてもタイ人のね、そのタイ語が聞こえてきたりするのはもう当たり前になってましたので、まあ、またねこのコロナ後、今もねタイ人は日本に行きたいっていうふうにねみんな言ってるので、まあ、来年ぐらいからねまた日本を訪れるタイ人がね戻ってくるんじゃないかなと思います。でこの日本を訪れるタイ人が急増したっていうのは、まあ、そのビザの免除がね最大の要因であることは間違いないんですけど、 LCC ね、格安航空会社の拡大と、あとはね円安バーツ高で、さらにねスマートフォンの普及というのもね大きな要因じゃないかなと思います。ということで6つ目は LCC 格安航空の普及というところですね。で僕がタイに移住した2011年の時点でもタイではねエアアジアを筆頭に LCC が台頭し始めていたんですよ。でドンムアン空港はねほぼ LCC の専用ターミナルとなって、タイ国内はもとよりねアジア全域に LCC が就航してるんですね。バンコクからもう LCC で行けないところはないんじゃないかというぐらい、バンコクからアジアへの LCC 路線というのはね充実しているんですよ。でプロモーション料金で買うことができれば、もうバスよりも安く移動ができるのがね LCC のメリットですよね。もうバスより安いんだったらねもう普及しないはずはないですよね。でエアアジアの理念にね Now everyone can fly っていうね、まあ、そういう言葉があるんですよ。これはねエアアジアの期待にも書かれてますけど、まあ、日本語に訳すと、まあ、今誰もが大空へとね、まあ、そんな感じのねフレーズなんですけども、まあ、これ僕が大好きなエアアジアの理念なんですよ。でこの理念に基づいてね、彼らはねこの LCC 事業で東南アジアに暮らす人々のねライフスタイルを大きく変えたと思うんですよね。もう人生を変えたと言っても過言ではないと思います。もうバスよりも安く移動ができるので、もう周辺のね ASEAN 諸国にはもう国内旅行の感覚で行けるんですよね、バンコクだと。まあ、これがねタイに暮らす大きな魅力の一つじゃないかなと僕は感じています。まあ、今ねエアアジアに限らず LCC 大変な状況ですけども、またね LCC に乗ってねこの ASEAN 中をね旅する日が戻ってくると信じています。はい、それでは続いて7つ目は円安バーツ高ですね。まあ、この為替に関して言うと、2011年には1バーツ 2.41 円というね超円高だったんですよ。この超円高を記録した後にそこから円安が進行して1バーツ 3.56 円で推移してるんですよね。最近またバーツ安になってきて 3.23 円ぐらいになってますけど、まあ、分かりやすく言うと1万円両替して4000バーツになったのが今だね2700、800バーツにしかならないということなんですよね。まあ、直近ではね2980バーツとか、まあ、3000バーツ近くまでまたバーツ安になってきてるんですけど、このコロナ前は本当にねバーツ高が続いていて、まあ、日本から来る旅行者に関して言うと、まあ、ちょっとタイ物価上がったなって感じてたと思うんですけど、タイから日本に行く旅行者に関して言うと、まあ、日本物価安いねと感じるんですよね、このバーツ高だと。まあ、なのでねこのバーツ高っていうのがタイから日本に行く旅行者が増えたという要因のね、大きな理由の一つではないかなと思います。で8つ目の変化はスマホが普及したということですね。でスマホはね2000年代の末ですよね、2008年に iPhone3G が登場して、で2010年代にはねタイでも広く一般にもう普及しています。で僕が移住した当初のね2011年にタイで流行っていた携帯電話はねブラックベリーだったんですよ。まあ、ブラックベリー今だと知らない人多いと思うんですけど、まあ、日本ではねあんま使われてなかったですけど、まあ、キーボードがついた、まあ、スマホの走りみたいなねデバイスなんですよね。で僕が勤めていた会社から支給された営業用の携帯はねノキアの電話だったんですよ。
もうこれはもう電話と SMS しかできないタイプのもうスマートフォンではなくて、まあ、フィーチャーフォンっていうんですかね、本当に昔ながらのね、本当に 2,3,000円で売ってるような携帯電話ですよね。まあ、タイ人に限らずまだね当時スマートフォン持ってる人ほとんどいなかったので、このノキアとか使ってる人は多かったですよね。で当然ね2011年の当時は LINE は普及してなかったので、連絡手段はね SMS か WhatsApp ですね。で日本語に対応してない携帯を持ってる人も多かったので、 SMS はね基本ローマ字で打ってましたよね。もう今ではねもう遥か昔のことのようなね感覚がありますけど、まあ、それでもねまだ8年前とか9年前の話なんですよね。でタイ人はね WhatsApp ってアプリを使ってる人が多くて、でブラックベリー同士であればもうそのブラックベリーのね専用のチャット BB チャットというのがあって、まあ、それで連絡を取ってるという感じでしたね。もう今ではねタイ人との連絡も、まあ、ほとんど LINE になっていますね。で続いて9つ目、9つ目は SNS とインスタ映えですね。このスマホが普及するとともにね SNS もね爆発的に普及したんですよ。2011年の時点だと Facebook がもう大ブームで、もうタイ人とか日本人ねもう問わずもう誰もがね Facebook にね常にログインしていたという感じですよね。で2014年頃から Instagram が流行ってきてね、まあ、今では Facebook よりも Instagram の方がアクティブな人が多いんじゃないかなと思います。でこの Instagram がね爆発的に流行したことによって、バンコク各地にねインスタ映えスポットがね続々と出現したんですよ。で中でもワットパクナムとタラートロッファイラチャだね、この2つはもう日本人にとってバンコクの2大インスタ映えスポットとしてね、もう多くの観光客が訪れるようになりましたよね。で残念ながらねもうタラートロッファイラチャダをね今閉鎖していますけども、まあ、またね、まあ、復活することを祈っています。で続いて10個目、10個目は、まあ、スマホアプリが生活の中心にという変化ですね。もう配車アプリのグラブとか、フードデリバリーのフードパンダで、食品デリバリーのハッピーフレッシュとか、あとはね格安レストラン予約のイーテゴ、まあこういったスマホアプリが普及してね、もうスマホがね生活の中心になりましたよね。まあこれはタイに限らず日本もそうかと思うんですけど、まあ特にね配車アプリとかねデリバリー関係っていうのアプリはおそらく日本よりもタイの方が充実してるんじゃないかなと思います。でこういった配車アプリとかデリバリーアプリ以外にも便利なのが銀行とかね QR コード決済用のアプリなんですよね。まあ、このスマホを使ったキャッシュレス決済っていうのはこれタイはね結構進んでると思いますね。もう今はねレストランとかコンビニとかねこの QR コードで決済することができますので、まあ、このコロナ禍でねなるべくその現金とかクレジットカード、人との接触をねしたくないっていう中においては、この QR コードでのキャッシュレス決済、まあ、これがね今非常に伸びてるなと思います。続いて11個目はフリーペーパーの凋落とインフルエンサーの台頭、まあ、これも大きな変化ですよね。僕はタイに移住してからの最初の3年半ですね、2011年の4月から2014年の9月まで、まあ、この3年半は日系のフリーペーパーダコっていうフリーペーパーで営業職として働いていました。で2011年当時ね、僕が移住した2011年当時はもう日本ではフリーペーパーはね凋落が始まってたんですよ。もうオワコンみたいな感じだったんですけど、バンコクでは隆盛を極めていたんですよ。でさっきね言いましたけど、この2011年から2015年ぐらいにかけてもう日本食レストランとかね、もういろんな企業がバンコクに進出したこともあって、もう広告もねバンバン取れてたんですよね。その当時がね今思うとその2015年前後がピークだったかなと思います。でバンコクで発行されるね日本語のフリーペーパーっていうのは全部でピーク時にね15紙にも上ってね、毎年新しい媒体が発行されてたんですよ。それぐらい勢いがあったんですね。で当時ねピーク時はどんな媒体があったのかっていうことについてはね、以前僕のブログでフリーペーパーのまとめ記事を書いていますので、興味がある人はね概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひお読みください。でおそらくねこの15紙も日本語のフリーペーパーがある国っていうのはもう世界でもねもうバンコクが最大じゃないかなと思うんですよ。まあ、他にもね大きな日本人社会がある国はありますけど、15紙も日本語のフリーペーパーがあるというのはね聞いたことないんですよね。まあ、それぐらいもうバンコクの日本人社会の一つの文化として日本語のフリーペーパーっていうのは根付いてきたんですよ。まあ、それがね2015年頃を境にやっぱり紙からウェブへ、 SNS へと読者も広告も移っていったんですよね。で中でも大きな潮流となっているのがブロガーとインスタグラマー、そしてユーチューバーの台頭ですね。バンコクの生活情報とか観光情報をね調べるときに、
フリーペーパーではなくてブログとか SNS とかね、そして YouTube というところにね完全に移行した感がありますよね。で、2020年代は今よりももっと多くのインフルエンサーがね活躍する時代になるのは間違いないと思いますので、まあ、僕もね今後も情報発信を続けていこうと思っています。はい、それでは12個目の変化は消えゆく屋台街ですね。まあ、ここまではねバンコクに新しくできたものとか普及したものを挙げていったんですけど、まあ、その裏でなくなったものもあるんですよね。で、その筆頭が屋台街です。2016年以降ねバンコク都心で撤去された屋台街は次のものがあります。スクンビットソイ38、これはトンロー駅前のね屋台街ですね。で、スクンビット通り、まあ、これは7から麻生区間の屋台ですね。屋台というか露店街ですよね。で、プラトゥーナム市場周辺、プラトゥーナム市場もの周辺もね周辺の路上にもねたくさんの屋台とか露店が出てましたけど、それもなくなっちゃいましたね。で、サイアム駅、駅下のナイトマーケット、これもね BTS サイアムの駅下にナイトマーケットがね出ていたんですけど、それもなくなってしまいましたね。で、セントラルワールド前、セントラルワールド前もね遺産料理屋とか屋台があってねすごい賑わっていたんですけど、もうそれも撤去されちゃいましたね。で、シーロム通り、シーロム通りもね路上にたくさんの露店とかがねスクンビット通りと同じように出てたんですけど、もう今はねかなり少なくなってますよね。ちょっとだけ復活しますけど、全盛期に比べると、まあ、10分の1、20分の1ぐらいになってますね。で、ホイクワンのナイトマーケット、このホイクワンのナイトマーケットは1回ね完全に撤去されたんですけど、もう最近はね復活してますね。まあ、全盛期の、まあ、3分の1、4分の1ぐらいの規模ですけど、このホイクワンのナイトマーケットに関して言うとちょっと復活してきてますね。で、エカマイ通り、まあ、エカマイ通り沿いもね屋台が昔あったんですけど、今はほとんど見かけないですね。で、トンロ通り、これトンロ通りもやっぱりもう屋台がほとんど撤去されちゃいましたね。で、最後はオンヌット駅前のナイトマーケットですね。これもね今はセンチュリーっていうショッピングモールが建ってますけど、あそこはねもともとナイトマーケットがねあったんですよね。あのナイトマーケットがあったからオンヌットに住んだという方もね非常に多かったんじゃないでしょうかね。で、今残されてる屋台街っていうのはね、まあ有名なところで言うとシーロムのねコンベント通り、コンベント通りは屋台街まだ健在ですね。あとはね中華街のヤワラとか、まあ、カオサン通りですよね。まあ、カオサン通りは今ほとんどねコロナ禍で撤去されちゃいましたけど、まあ一番ね屋台が残ってるのはヤワラートとか、あとスクンビット界隈で言うと、まあ、ウドムスクですかね。ウドムスクもね駅前ね屋台通りがすごいので、まあそこは結構屋台好きな人はねウドムスク通りに行くといいんじゃないかなと思います。まあ、これなんでなくなってるかっていうと、もうこれはねもう政府の方針、バンコク都の方針としてもう路上の屋台をね撤去していくということなんですよ。で、限られた地域だけ、まあ、観光目的に残していく、まあ、それが中華街とかカオサン、まあ、そういったところを除いて基本的には路上の屋台は撤去していきますよと。まあ、郊外の方とかね、まあ、全然撤去されずに残ってると思いますけど、まあ、都心に関して言うと路上のね屋台街というのは撤去して、まあ、今後ね、まあ、シンガポールスタイルでね、まあ、ちょっと室内のホーカーズスタイルっていうんですかね、フードコート、まあ、そういったものに徐々に移行していくということのようですね。続いて13個目は2011年の大洪水ですね。これはね僕移住した1年目のね2011年の10月から11月にかけてタイ全土をね未曾有の大洪水が襲ったんですよ。で、日本人がね暮らしているこのスクンビット地区に関して言うと、まあ最終的にはね洪水は来なかったんですけど、まあコンビニとかスーパーからはねもう食品とか飲料水が消えたんですよね。もうみんなね買いだめに走りましたね、あの時はね。で、水を売ってる店の情報なんかね瞬時に Facebook でシェアされて、もうみんなそこに買いに行くみたいなね、まあそんな感じでしたよね。もう軽くパニックになってましたけど、まあ、僕はね移住した半年後ぐらいにねこの洪水が起こったので、いやもうとんでもない国だなと思ったんですけど、まあ、それ以降ねこのバンコクに限って言うと大きな洪水の被害というのはね起こっていないですね。で、続いて14個目はバンコクシャットダウンとクーデター。まあ、これはね皆さん記憶に新しいかなと思うんですけど、2014年の1月からね当時のねインラック政権の退陣を求める反政府勢力がバンコクシャットダウンと称してねバンコクの主要幹線道路を封鎖したんですよ。
麻生区交差点とかセントラルワールド前とかね、もう超都心の交差点を反政府派のデモが封鎖して、でそこでねコンサートを開催したり、まあ、バンコクシャットダウングッズを販売する露店が現れたり、まあ、マッサージ屋さんが出てきたりね、もうお祭り騒ぎ的な雰囲気で、まあ、特にね身近に危険を感じることはなかったんですけど、まあ、そのバンコクシャットダウンからしばらくして軍によるクーデターが起きて、まあ、今に至る軍事政権が樹立されたということなんですよね。でまあそのバンコクシャットダウンから7年経った今、バンコクではねその軍事政権に対する反政府勢力が今デモをね活発に行っていますよね。バンコクシャットダウンをね彷彿とさせる麻生区交差点とかセントラルワールド前のね、まあ、そういった交差点で、まあ、コンサートみたいなこともね今もやってますし、本当にね赤シャツの人も増えてきたりして、まあ、そういう様子を見るとこの7年前のねバンコクシャットダウンをね思い出しますよね。この反政府勢力がね、まあ、今後どうなるのかねちょっとわからないんですけども、まあ、これはね注視していきたいなと思います。で続いて第15個目はバンコクの爆弾テロですね。これは2015年の8月17日にバンコクの中心地であるラチャプラソン交差点付近にあるエラワン廟ですね、エラワン廟にて爆弾テロが発生したという事件ですね。で20名が死亡して125名の負傷者を出すね大惨事となりました。このエラワン廟っていうのはバンコクでナンバーワンのパワースポットって言われていて、もう外国人観光客もねたくさん訪れている、まあ有名な観光地だっただけにね在住者にも大きな衝撃が走りましたよね。でこれ実行犯とされる男は捕まったものの、未だにね事件の全容というのは明らかにされてなくて、まあ、なんであそこでテロがあったのかというその理由についてはね未だにわからないままなんですよね。これはタブーなんでしょうかね。この事件どうなったのかね詳細知ってる人はぜひ教えてほしいですね。で最後16個目はプミポン国王の崩御とワチラロンコン新国王の誕生、これが最後の変化ですね。で2016年の10月13日に国父ね国の父と称された第9代目のね王様プミポン国王が崩御されました。で2010年代のタイの社会にね最も大きな衝撃を与えた出来事がこのプミポン前国王の崩御であるということは間違いないと思います。このプミポン前国王は1946年に18歳の若さで即位して、もうその激動の戦後から高度経済成長を経てアジア通貨危機とかね、まあ、クーデター何回も起きてその政治的混乱とかさらに大洪水とかね、もうその数々の国家的な危機を迎えながらもタイの発展と安定に尽力された国王でした。プミポン国王の時代とはねまさにタイの現代史そのものであったと思いますね。今ねこの第10代目のワチラロンコン国王がねタイを治めていますけども、今後ねラマ10世の時代にタイがどうなっていくのかね、まあ、僕もねタイに住む一人の人間としてねこの時代を楽しんでいきたいなと思います。はい、以上でね僕が見たバンコク2010年代の変遷を語ろうというお話をさせていただきました。まあ、全部でね16個の項目で、まあ、タイそしてバンコクのこの10年間の変化をね見ていったんですけども、いかがですかね。本当に激動といえる2010年代のバンコクだったんじゃないでしょうか。まあこのバンコクに関して言うと2000年から2010年までの10年間というのも、まあ、BTS ができたり大きなねサイアンパラゴンとかショッピングモールができたりとか、まあ、非常に大きな変化があったと思うんですよね。タクシン首相が出てきたりとかね。まあでもねそれに負けず劣らずこの2010年代のバンコクっていうのも非常に大きな変化があった10年間じゃないかなと思います。まあおそらくねこの2020年のこの10年間新しい10年間もきっとねこれまでの10年間と同じように大きな変化が訪れるんじゃないかなと思います。まあその変化のね波に飲み込まれないようにねこの波を乗りこなしていこうというね、まあそういった気概でねまたこれからもバンコクで頑張っていきたいなと思います。まあ、この2010年代のバンコクはね振り返ってみると、まあ、電車ができたりショッピングモールができたりね、まあ、そういったまあ生活のインフラがね急激に整っていった10年間じゃないかなと思います。まあ、そういった面で見ると東南アジアでいうとねおそらくベトナムのホーチミンねホーチミン市が今このバンコクの2010年代と同じようなフェーズなんじゃないかなと思います。まあ、地下鉄もねオープンしたんでしたっけ、オープンするしないっていうタイミングですよね。まあ、地下鉄ができていって
まあ、ショッピングモールがねどんどんオープンしていって、まあ、ユニクロとかダイソーとかオートヨタとかねそういった日本のチェーンがねどんどん進出してきて日本食もどんどん増えてより生活が便利になってね豊かになっていく、まあ、それを一番実感できるのは今東南アジアでいうとホーチミンなんじゃないかなと思います。まあ、僕はねこの10年間をタイで過ごして非常にいいタイミングでタイに来れたなと感じています。まあ、なので僕は前からねそのホーチミンにも住んでみたいなと言っているのはおそらくねこれからの10年で一番その急激な変化がある便利になっていく、まあ、これはね東南アジアで言うとホーチミンなんじゃないかなと僕は考えています。まあ、なのでねそこにはすごい大きなチャンスもあると思うのでそのホーチミンでね、まあ、そのチャンスをつかみに行きたいなという思いもあるんですよね。まあ、バンコクのこの2020年代も見たいけどホーチミンのねこれから急激に変わっていくであろうこの10年間も見たいということで、まあ、自分のねこれからの人生、まあ、どこでねこの40代を過ごしていこうかなというのはね非常に悩みどころでもあるんですけど、まあ、今はねこのタイで全力をね尽くしてやっていきたいなと考えています。それではね今日はもう30分ぐらいのね長いお話になってしまいましたけども最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もしね皆さんもねバンコクに限らず、まあ、海外に住んでいる人でこの2010年間ね僕の街は僕の国はこんな大きな変化がありましたよとでこれから絶対伸びると思いますよとかね、まあ、そういったね意見があればぜひコメント欄に書き込んでいただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。